You're listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました。メイドインシビア。パーソナリティを務めさせていただくのは僕たちラクユーボイズ編集部メイドでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで僕たちのことをまだまだ知らない方もいると思うので、ニート紹介を珍しくマツンさんお願いします。すごいや、僕たちラクユーボイズ編集部メイドはですね、ボーイズパスという雑誌を作りながら自らアイドル活動を行い、ボーイズユニット協会を盛り上げるサラリーマンアイドルです。お願いします。お願いします。最後やね。最後やね。慣れてない。ボーイズユニットです。僕らボーイズユニット。そしてこの番組の紹介も松野さんお願いします。しな手抜いただけちゃうからなこれ。だって普段さ言わないからさ、みんなさ意外と聞いたことないかなと思って。確かにな。そう、最後なので。ちゃんと読みますね。この番組は流行の最先端でもある渋谷から僕たちのメイドの情報を発信していき、僕たちメイドも流行の最先端になれるようにたくさんチャレンジを行い、全国の皆さんに知ってもらうという番組です。お願いします。はい、よろしくお願いします。ちゃんと言えたね。いや、慣れてないところはカミカミなんだね。危なかった、ね、危なかったね。危ないとは、まあ、でもこれからたくさん練習していけばいいから、ここから、そうそう、これからね、いっぱいあるよ機会が。いや、最後やねん。最後やねん。ここから頭起きてくるから。そうね、まだ起きてないの。起きてない、起こしてもろって。はい、ということでですね、毎月第3日曜日この時間はラクユーボイズ編集部メイドがお主もか疲れてるよ、ちょっとお前しか言ってない。しかもユニット名噛むっていうね。ではメイドが、この渋谷から元気を振りまきます。ということで改めてメンバーの自己紹介、後期からお願いします。はい、ほがらか爽やか甘口男子、君のハートに虹をかけてもいいですか、メープルオレンジ担当吉見後期です。後期って呼んでください。せーの、後期。ありがとう。はい、ご通行中の、あ、すごい後ろ姿だった。あなただけに忠誠を誓います。ハロウィン生まれの生ハゲインテリ男子、フラワーピンク担当ポンちゃんこと本田優です。ポンちゃんって呼んでください。せーの、ポンちゃん。ありがとうございます。はい、はい、シャイのハートに燃える魂、君の前では強くなれます。アイスブルー担当大地ハルトです。ハルトって呼んでください。せーの、ハルト。はい、よろしくお願いします。はい、負けて踏まれて雑草魂、情熱だけは負けません。パンケーキエロ担当天狗寺かけるです。かけるんて手を合わせてください。せーの、かける。はい、よくできました。じゃあそれ次。はい、やる気ない本気ないみんなの末っ子ないハッピースマイルをお届けします。クローバーグリーン担当の水田俊大です。俊ちゃんって呼んでください。せーの、俊ちゃん。お前出てんねん。DO なろうとしてる感じ。めっちゃ、ね、ずっと、まあ、ありがとう。じゃあ次どうぞ。はい、ラジオでは最後だよ。あ、そうですか、はい。関西仕組みのツッコミで爆笑いただきます。メイドのしゃべくり王子、マッツンこと松岡正史です。マッツンって呼んでください。せーの、マッツン。ありがとうございます。はい、以上です。ただ今日全員が噛み合わん日なの。おかしいね。しっかり合わせていこうね、みんな。ね、そうね、お前がや、しっかり合わせていこう。お前がじゃね。ということで今月2回目ですよ。2回目ね。そうやね、早いよな。一週間ぶり、ね、先週だよね。すごろく、地獄すごろく、地獄すごろく、すごろくやった。地獄ろく、地獄ろく、地獄ろく、略すよね、そうだ。風呂入った？入った入った入った入ってきた。ちょっと待って、入ってきたかどうか。ちょっとさ、うん、やだやだ、リアル、やだやだ、やめてやめて。知らない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、彼ってお風呂入らないんですよ。違うんです。違うのね。本当にさ、語弊しか生まない。遠征の時になかなか入れなかったっていうだけ。昨日の後期のブログみんな読んでね。はい、そんなにぎやかなメイドですけれども、はい、松野さん、え、今までありがとうね。あ、いいよ全然。バイバイ。うん、頑張れ。マジ頑張る。そんな鼻ほじりながら頑張れ。ほじってた今。ちょっと当たっただけやろ。やばいやろ。全国ネットでグーやりながら俺。松田さん、来月の第3日曜日何してます？暇してます？暇はしてると思う。よかったら渋谷に遊びに来ません？あ、無理無理、しんどいしんどいしんどい。ゲスト、ゲスト、いやいやいや、ゲストを確かに呼ぼう。買ったり買ったり。今月もまた来てくれましたーって紹介してやりましょうよ。今日の回何ってなるやん。え、でもあれやね、まあ、クロス FM もずっとお世話になっててさ。そうだよね。でしかもさ、そのご縁でさ、うん、デビュー俺ここやから。あ、そうだよ、そうだよ、え、ここの席座った。そうだよね、ここの席座った。ここだった。そうなんだ。そうだったんだ、キノコ。なんでお前。なんでダメ口言うの、お前。おい、一歩間違えたらお前いじめやぞ、お前。なあ、
ギリ誰か見てるからね、進めよう進めよう、進める。はい、ということでね、ま、この後のコーナーで皆さんからお便り読ませていただきます、うん、今回ね、そう、松野さんが最後ということで、うん、松岡正志 in made in 渋谷の思い出すごいな、発音よ、お便りを募集しています。いや、ちょっとちょうだいちょうだい。はい、メッセージ公式 X の方のリプライもしくは DM の方に送ってください。以上からでも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。送ってください。はい、ということで早速最初のコーナー参りましょう。題して松岡正志 in made in 渋谷の思い出。あの、その言い方だったら正志松岡の方だった。松岡正志って普通にアルファベット多くなるからね、これは漢字にしてみたの。最初の渋谷クロス FM みたいな、ちょっと似てた。あ、似てた。で、なんかそれで言ってたら下がってったから最後上げた、思い出思い出思い出上げた。あるかな、ね、ということで紫おなす担当かな、やば。はい、台本読むね。お願いします。はい、松んこと松岡正志が2月3日をもってね、メイドからあの、なんだっけ、優待するということで、はい、このメイドイン渋谷、出演も今回が最後となります。あら、そこでこの4年間の番組の出演の中で、うん、ね、特に印象に残ってる松んさんの発言や名場面、うん、珍場面を、リスナーの皆様から募集してまいりました、うん、なるほど。はい、ということなんですけ どあれだよね、さっき言ってたけどさ、まさにさ、ここがお披露目だもん。あ、そうそう、デビューやから。うそうそうそう、ぶっちゃえんあるからな、ね、めっちゃ、しかもさ、覚えてんだね、そこの席だと。めっちゃ覚えてるよ、ね、俺、じゃあさ、メイドイン渋谷に何回出たかも覚えてんの。覚えてるか覚えてるか、なんだよ、数百回ぐらい。そんな、そんな月1だからね、基本12とかだからさ、12の4掛けの2回休みの出張もしてるからね。でも臨時もあるから、で、個人でも出てますもんね。50ぐらいか、50ぐらい出てるかもしれない。え、何回出てるんですか。今数えてたんですか。どうしたん、お前それだけタイムリープしてる。どうしたん、なんかギュギュ回ってるけど。そんなね、松野さんなんですけれども、はいはい、今回ね、うん、本人に秘密で、うん、その初登場の時の音源用意しました。おー、何それ、ありがとうございます。初登場の時の音源って何。あの、編集した、私編集した。いや、編集した音源ってことそう、はい、で、さっきあのスタッフさんにこっそりこれあの、振ったら流してくださいって言っといたの。やったぜー。はい、ということで早速お願いします。さあ、というわけで、ドキドキの新メンバーをお呼びしたいと思います、どうぞー、どうぞー、イエーイ、言いましたお願いいたします。だんだん準備したのに、はい、ちょっと自己紹介させていただきます、はい、ラキューボイズ編集部、メイド新メンバー、LINE の着歌はウォールです。まさか私です。お願いします。先ほどの新メンバー、ね、緊張するな。松岡正志さん、はい、はじめまして。なんでやん。距離あるね。なんか普段はどんな呼び方が多かったんだっけ。あ、でもまっちゃんとかが一番多かった、うん、あとなんかマッシュルーム部屋やから、そうや、キノコっちめっちゃ呼ばれる。まっちゃんって言ったらもう言われるよ。髪の毛どれちゃうやろ。マッツンでお願いします。ダメだ、キノコダメなんだ意外と。マッツンで一回、じゃあここで決まる。ほなキノコやな。ほなキノコだと。印象悪いからメンバーが入りましたよ、はい、よろしくお願いします。でこれちなみにあのめっちゃ気になってるんですけど、これほら今メンバーカラー、そうですね、これなんか匂わせみたいなけど、これは違うから伏線とかだよ、ね、それ言っとかないとってスタッフさんに強く言われたんですよ。それ絶対言っといてくださいって。あ、関係ありませんので、緑かどうかたまたまこの3色はあったのでね、はい、そうそうそう、懐かしいな。ここに座っただけで、彼はピンクです。なんで決まり決まりなの。決まってもおりません。そうです、決まってもおりませんね。決まっても何でも勝つみたいな。なんで勝つみたいな。色的に茶色とかでいいし、汚いな。あんま茶色のメンバーっていないよ。全身茶色のメンバー、なんでやねん。いいよ、髪色は好きにさせてくれよ。新メンバーとして、はいはい、巻き戻していただきます。はい、ブル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 、意気込みをお願いいたします。はい、ちょっとこれ真面目に言わせていただこうと思います、はい、あの、これ覚えてるでございます。やばいよやばい、ちょっとこれ放送時間伸びませんでしょ。無理、ダメ、いや、それが無理やつ。改めまして、新メンバーに入りました松岡です。まあ、こうやってメンバーが全員新メンバーじゃなくて、まあ、こう3人でもう出来上がったところに入ってくるっていうのは、まあ、言ってしまうとむちゃくちゃやっぱりこう雰囲気壊すとか壊してしまわないかとかいろいろ不安とかがあるんですけれど、まあ、まずは今日からまずこう見てもらって、まずファンの人に認めてもらうことを目標に頑張っていきたいなと思ってます。で、5月のバンマンライブもしっかりとパフォーマンスできるように頑張るのでよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、真面目だね、真面目だね、ノーボケ、すごいまさしノーボケじゃん、はい、ということで初登場の時のダイジェストでした。わざわざありがとうございます、はい、どうでした自分で聞いてみて。俺これむっちゃ覚えてんのが、うん、なんかその言うたらまあ全メンバーカツピとか年上やったりとか、あと距離感むっちゃあったから、うん、敬語でとか、うん、そこの入る直前で、うん、あのちょっとタメ口で言ってもいいっていう、自分でそう、全員に、すごいまさしだね、お前だから何で距離の詰め方エゴもこうからこうやん続けて、あ、そうそう、なんかそこで言って、うん、んでちょっと待ってた、20分後ぐらいにこれ本番の、うん、あーね、発表が、うん、はい、で入ってきて、もう初めてタメ口で喋ってる、ここで、あ、そうなんだ、本当に直前まではちゃんと敬語、むっちゃ敬語、なんならここで一気にガッて言って、あ、そう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 、でもその編集しててやっぱさ緊張してるけど、でもねさっき春さん言ってたけどさ初めて感ないというかさ、うん、バリバリツッコミ入れてんだもんだって。そうだから僕クロス FM やったからよかったんよ、ね、まあね、あ、前からその入る前からね出てたからね、そう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 、なんかさこれ言っていいかわかんないけどさ、髪口の件でさ、うん、あの先輩雷先輩いるじゃないですか、うんうん、なんかその人からさ、うん、なんかなんでタメ口なみたいな、ちょっと生意気だなって思われてた時期があったって聞いたんですよ。ああ、そう、なんか、なんか聞いたことある、聞いたことある。俺多分ね、ザッキーがむっちゃ言いやすくて、初めザッキーにちょっとタメ口してもいいみたいな、うん、あ、全然いいよってなって、うん、で、ユーマも全然いいよみたいな、うん、で、カツピも、うん、いいよみたいな感じだったよ、それだけちょっとね、テンションが違ったね。ユータもやっぱ年上やんか、年、うん、上やから、そうだね、そう、だから初めは多分そんな良くなかったって、頑張ってたじゃん、あのさーって書いてたから、俺、普通にそうそうそう、そうね、で、タメ口のそのなんかこう続いていくんかなと思ったら全然そんなことなかったから、うん、あーなるほど、お前以外な、え、だからさちょっと今繋ぎようと思ったのに今あ、続けてみて、だからさ今どうタメ口にされてる繋ぎようと思ったのにいいよもう今タメ口されて、今タメ口されて、うん、気持ちいい気持ちいいって何言うのその感想、まさしじゃあタメ口使います、え、ちょっと使ってよ、あ、違う違う、マサシが私に、あ、敬語使います、ね、お前、フリすんなちゃんと言ってもうた今、今マサシってちゃんと言えよな、マサシモソ、モソシって言ってるよ、モソシ、誰マサシやねん、モソシ、モソシ目細めて、モソシじゃないよ、え、タメ口使っていい、ね、あ、いいよ、あ、もう使ってるやん、あ、ほんと、いや、あの、地味に使ってると思うよ、ね、そうかな、それはそう、俺めっちゃ敬意払ってるよ、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 全然いいけどな、俺タメ口って、うん、全然いい、裏で目パキッてしないですね、せえへん、それお前やんそんなんないもん、まあ、どっちもよ、パキパキ、肩から見てたらそれはそう、いやいや、全員やで、そんなことないよ、全員しやで、やだ、目パキ中なんて思われるじゃん、目パキアイドルやから、やだやだやだ、目パキアイドル、やだい、パキオかパキシやばいやろ、パキオかパキシどういうことずっとレッドブル飲んでるやつ、パキオかパキシだから代わりにコーヒー飲んでるじゃなくて、やだコーヒーあかんねん、最近抜いてんねん、まあ、ということでね、そんなね、はい、初登場であんな初々しかったマッチョさんが、ね、今日むしろね、うん、なんなら最後ということで、早いの、え、全部で何回出たんだっけ、ね、それ何やねんモチネさんにしたいのそれ、あ、そう、今後また今日で何回目でしょうか、数えるとこ数える毎回聞いてくね、はいはいはい、ということでね、いっぱいメッセージ来てると思うので、はい、かけさん読んでもらっていいですか、はい、じゃあ今日は代わりに、マッツーさんの代わりに読みたいと思います、うん、ちょっと多いので、お、まあのちょっと早読みになりますが、お許しください、うん、ありがとうございます、ハンドルネーム、まっつんはるくんすきーさん、ありがとうございます、メイズの皆さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、めっちゃ寒いですね、風邪ひかないようにしてくださいね、はい、まっつんのラジオの思い出はやっぱり無茶ぶりギャグですね、いつも全力でギャグをやるまっつんが大好きです、正直まっつんがメイドとしてラジオラストが悲しいです、まっつんラジオお疲れ様です、ずっと応援しています、おー、ありがとうございます、ね、優しい人だったよ、うー、ありがとう、はい、続いてまいります、はい、紫おなすを気に入ってるネギマさん、あら、ネギマさん、ありがとう、メイドの皆さん、松岡さん、こんにちは、こんにちは、メイドとして外されてるメイドの皆さんじゃないのか、ラジオの松岡さんの名シーンということですが、うんうん、いつでも芸人魂を背負っていって嘘でもオーバーリアクションで盛り上げようとするビリビリペンなどのあのさ、バレてるよ、罰ゲームのシーンや、それ聞こえてたんだと驚くくらい突っ込めるワードを聞き逃さないみんなのトークへの突っ込み力がすごいなと思っていました、おどの回も面白かったので名シーンはこれとは選べませんが、うん、今まで一度も見ることができなかった胸キュンセリフを最後に見てみたいです、約4年間見たー
約4年間アイドルとして活動してきたので慣れたもんだと思いますが、最後にみんなをキュンとさせる胸キュンセリフが聞きたいな。松岡さんがクロス FM を卒業するのは寂しいですが、これからもラジオでの松岡さんを見られたらいいなと思います。あ、それ胸キュンセリフだって。あ、じゃあ後でそれな、まとめてあるからね。最後やるから、まず1回目。あと嘘で、あの嘘でもって何見破ってるのかもしれない。そう、見抜いてんだよやっぱ。リアクション大事だからね。続いてまいります。ペンネーム打天使さん。打天使、メイドの皆さん、やほー、今月ラジオ2回もあるっていいね。まっちゃんのラジオの思い出はやっぱりギャグしかないと思う。しかないんや、ギャグ。そう、1年たくさんギャグを振られやってきた松岡さん、今日も最高に面白い一発ギャグやらないと終われないですよね。同期の水田さん、一発ギャグのテーマ決めてほしいです。うわ、やらせろよ、こいつにも。いいよ、いいよ。なんなら、それで水田さんも一発ギャグやっちゃったの。珍しい。珍しいね。はい、名前覚えました。最後だし、松岡さん、爆笑をいただいちゃってください。期待してます。2月3日のライブまで全力でファイト。おオッケー、覚えとこ、みんな覚えとこ。松野さん1個で、あとしゅんさんも1個ね。でしゅんさんがお題を決めて、そうね。ほんで、ほんで胸キュンする。えぐいやん。続いてまいります。ラジオネーム、鬼は外、福は内、聖内、あだ内。ジョイマンでした。ジョイマンでした。今のかけるが悪いな。ごめんな。ちょ、もうちょっと込められたわ。メイドの皆さん、そして本日ついに卒業される松岡さん、こんにちは。いや、なんかちょっとちゃうねん。ちょっと早いね。全員が連れてるやんけ。松岡さんの名シーンを振り返るにあたって、今までのアーカイブを見返してみたところ、ありがとう。ちょいちょい松岡さんがいない回があったのですが、え、何かあったんですか？それ言う？こうやっていじって笑い合えるのも松岡さんのいいところですよね。っていうことで、やっぱり芸人松岡正史といえばギャグ100連発だと思いますので、今後のメイドに語り継いでいける伝説のギャグをお願いします。どうぞ。ってことで、まあ2ストック、まあ、胸キュンギャグギャグ、ね、えぐいやろ、時間ないやろ。それではネクスト参ります。うわ、絶対まだあるって。こんにちは、ラジオネームかけぱんさん。松岡さんとの思い出、はい、忘れもしない某名古屋での対バンで、うん、たまたま私が目の前にいた松岡さんの紫を振ったことで、うん、メイドとご縁ができたことでしょうか、ね、ありがたいね。今ではほぼ電波飛ばすしかできませんが、うん、あの時の私の松岡さんの印象は、え、みそじもうちょい若く見えたでした。いや、ほんまそんな感情か、そんな。それから、私がやらかしたことでも、味噌汁やろ、気にすんなって気遣ってくださったり、過去覚えてるか分からんけど。松岡さんが卒業するとか考えもしなかったから、あれからお話できてません、うん、松岡さんが目の前いてくれなかったらメイドに関わることもなかったので、メンバー抜けるのは寂しいですけど、また会える機会を楽しみにしているので、ずっと元気くんでいてください。元気くん、元気くん、人変わってるな。元気くんでいてください。続いてまいります、はい、こんにちは、はい、ラジオのメッセージです、はい、ラジオネーム、ナスツは夏野菜さん。おー、夏野菜、夏野菜でもね。メイトの皆さん、こんにちは。こんにちは。連日冷え込む中、ラジオの収録お疲れ様です。ありがとう。ありがとうございます。今日は松岡さんがメイトとして最後のラジオということで、はいはい、ちょっぴり寂しく思いながらメッセージを書いています、はい、うん、さて、今日のテーマ、松岡正史 in メイド in 渋谷の思い出です、うん、が多いやつ、ね、が、松岡さんといえばラジオでのギャグ発表かなという印象があります、うん、最近だと去年の10月7日の放送で奈良のギャグ3連発かなと思います、うん、何やったっけ。関西遠征前に地元奈良のお話を聞けたのも良かったです、うん、ギャグは奈良に来て並んでみるか、いやいや、奈良やめろやめろで並んでったらおならプー、やめとけてお前、ちょっと奈良奈良って寄ってもいいよねの3つでしたから。書くな書くな、改めて書かれるのはずいね。字でね、やられるとね。個人的にはとっても面白いと感じたので、ぜひ新たな奈良ギャグがあったら披露してください。嬉しいね。出て4つや。最後にはなりますが、メンバーの話をしっかり聞きながら話題を振っていて、面白さも兼ね備えた松岡さんのラジオでの MC が大好きでした。ありがとう。約4年間本当にお疲れ様でした。お疲れさん。メイドとしての残りの活動も楽しんでくださいね、はい、これからも松岡さん個人、そしてメイドのことも応援し続けます。なんかさ、嬉しいメッセージ多いのに、なんでそんな顔死んできてるの、ね、いやいや、もう今ドキドキよ。数ね、ちゃんと数えてもらって、うん、奈良と、うん、はい、続いてまいります。はい、ラジオネーム、N カリンさん。おー、ありがとうございます。メイドの皆さん、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。本年もご活躍楽しみにしてます。ありがとうございます。今回が松岡くんご出演最後と、うん、感化かうん、最後と感化と寂しい限りです、うん、昨年のゴールデンウィーク、うん、代々木
体育館にて開催された、うん、ガールズアワードの帰りに、うん、渋谷クロス FM の前を通ったらちょうど、うん、渋谷でモッサンタイムが終わったところでして、はいはいはい、偶然にも松岡くんも番組に出演していたというのが思い出の一つです。外で挨拶までしてくださってありがとうございました。いいナス卒業されるとこういう偶然にも合わなくなるのでこの日を忘れません。星神大岡でのライブの際もありがとうございました。いいこパンプキン本当にお疲れ様でした。花これからも応援しますよナスです。あとあのクロス FM であのモッサンタイム卒業するみたいになってるけど、それはね、そっちは残る。それはずっといるんで大丈夫です、ね、これからも会えます、ここ来たら、はいはいはい、続いてまいります。ペンネーム低気圧に押しつぶされてるカタツムリ。わかる一緒やわ。メイドの皆さん、このいじられ方もうないのかと多分感慨深く思っている松岡さん、ヤッピーなんこいつやっぴーほんまにお前ずっとで悩まされてんのクロス FM の思い出あげればキリがないのですが、2期生お披露目の時のインパクトが強かったなと改めて思います。まさかのラジオで新メンバーの登場、入ってきた瞬間からマシンガントークかますこってこて関西弁マッシュ男マッシュ男人見知り大爆発するとする自分としてはやっべえやつが来たとビビってました。クロス FM の癒着の匂わせをしたりと、その回の後半は癒着の匂わせ松岡一色だった気がしてます。その時はまだしゅんちゃんのお披露目してなかったので4人でしたね、うん、なんとなく懐かしい気持ちです。なんとなく、なんとなくクロス FM さん、これからも松岡をよろしくお願いします。松岡というわけでバイチャーバイチャーバイチャーありがとうございます。続いてまいります、はいはい、先に、すみません、ラジオの思い出じゃない、あ、ごめんなさい、ラジオの思い出じゃない、ごめんなさいって書いてある。ちょっと待ってくださいね。はいはいはい、でもいっぱい来てるね、ほんと来てるな、ありがたいな、ね、こっちこれが多分打ち合わせて、はい、ごめんなさい、もう一回いきます。はい、メイドイン渋谷、メイドの皆さんこんにちは。こんにち は, にちは。メイドイン渋谷におけるマッツンの思い出ですが、はい、正直メッセージからの無茶ぶりによる一発ギャグ、そればっかりやないか、ゲームによる一発ギャグの思い出超頼むよ、ラストかありません。増えるかな、え、MC? やってましたっけ、やってるやろ誰やそうです。 MC お疲れ様でした。 ありがとうね、たくさんのギャグありがとうございました、はい、渋谷で滑ってる姿も最高でした。受けてた時あるやろ、眠み座は深見さんより。あー、セーフセーフ、いいやつでしたね。そうね、追加はされなかったね。あ、オッケー、少々お待ちください。リプ ね、来てますかね、リプはないかな、あ、大丈夫、オッケー、以上かな、そしたら今ので最後かな、うん、はい、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、メッセージどうよ、こんだけ言ってもらって、いや、途中から入ってこんかったけど全部で何回出てるんだっけ、ラジオ、まあ、それなんやねん定期的なお前 AI みたいなSiri みたいななんかきっかけあるんか、いや、ない、それの隠れてスイッチ誰か押してる何発ギャグなんだろう。ね、なら普通のしゅんちゃんしてキュンゼリーやから4か4か、キュンゼリフはギャグじゃないけどね、確かに、どうする、やる、いや、あの、ほんまに告知終わって、うん、ほんまのラストありがとうございましたよ、4連発でやって曲振りで終わるわ。あ、ほんと1個でもやっといた、あ、いい、もうそんななんか何回も傷なんか嫌やろ、一発ドカーンと傷を負って死んだ方がマシや。松田さんがギャグ、松田さんがギャグ、早く早く、松田さんがギャグ、こいつだけは殺します、松田さんのギャグ見たいな、晴れてきたよ、晴れてきた、晴れてきたよ、晴れてきたよ、晴れた、晴れた、お前ほんまワクワクしてないな、今ワクワクしかしてない、早く松田さんがやんないくるなと思って見たいなと思って、まあちょっとまた後でしょ、はい、じゃあそろそろ行きますか、はい、行きますかじゃないわ、ということで皆様本当にメッセージたくさんありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということでここで1曲聴いていただこうと思うんですけれども、はいはい、松田さん曲紹介お願いしてもいいですか。はい、はい、ね、我々のね、本当僕とかしゅんちゃんにとってはあの新曲で入った曲なんですけども、はい、思い入れのある1曲でございます、聴いてください、マックスエナジーアイアンドライブ。おまぶしい空、変化もしよう、いつもと違う泣いてんの君、チルチルチルル、チルチルチルル、チルチルチルル、チルレッツラッキー、未来の姿描いた夢な
ということでお聞きいただいたのはマックスエナジーアイアンドライブでした。続いてのコーナーは何、いやありがとうって言おうと思ったらそのまま続いてくれたあごめんね、台本ありがとうございました、入れてなかった、ごめんね。いい、次から入れるわ、うん、台本通りやな。そうね、はい、はい、続いてのコーナーはこちら、はい、ちょっぴり早い生誕祭褒め殺し山手線ゲーム。聞いた、気持ちいい、気持ちいい、ラッキーはい、ということでね、何度も言ってやれないんですけどね、え、待って続くかな、待って、ルール説明するね。はい、お願いします。はい2月3日にメイドを卒業する話していい、はい、2月3日にメイドを卒業する松野さんですが、さらに1ヶ月後、3月のね、8日に32歳のお誕生日を迎えます。おめでとう、おめでとう、おじさん、おめでとう、おじさん、おじさん、おめでとう。死ぬんか、今日俺入った当初28やったからな、でも、まあ、確かにね、4年間やってるから、ね、おめでとう勝ったこいつ頭勝ったなんですが、はい、ね、その頃も松野さんが卒業されてるので、うん、今年はね、生誕祭が開催できないんですよ。すいませんね、ほんま ねということで、今回は松野さんのお誕生日をお祝いする企画を持ってきました。お誕生日やってる、セーフセーフセーフということで、ルールは超簡単です。松野さんのいいところをね、他の5人のメンバーが出してって山手線で行っていこうかなと思います。だからこれ、うん、俺気持ちよくないと思ったらそこ一回止めるな。ああいいよいいよ、全然ちょ審議みたいな。でそいつも罰ゲームで一発ギャグ。やだ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 ポイント制、ポイント制、ポイント制、やだやだ、無理無理、できない、そんな松ちゃんしかできない。オッケー、嫌われてもいいからやるわ。ポイント制で、ポイント制で、やばいやばい。じゃあさ、それでさ、ポイントが一番多かった人だけ、そう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 、一人だけ、うんうんうん、時間がかかった人がってことね。止めた人でどんどんポイント貯めていく、あー、え、どういうこと、いいからやれ、いや、とりあえずやっとこうか。その、だから止められたミスったから気持ちいいやつ、俺以外で回していくやろ、うん、で、それで気持ちよくないと思ったら俺止めるから、うん、それ次1ポイント入る、うん、で、もう一回やっていく、うん、で、もう一回その気持ち悪くなったら1ポイント、それでさ、その気持ちよくない度合いでさ、ポイントが変化する。あ、俺の中で変化させる。100とか言ったりする。やばいやばいやばい。え、じゃあ自分でちょっと数えて。あ、オッケー、任せて。オッケー。気持ちよくさせて。え、松井さん、今度何歳になるんだっけ。気持ちよくないな。32歳。32歳。ちょっとそれを踏まえて考えようと思って。あ、なるほどな。あ、オッケーね。まあ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 、だってみんな、考えてきた？え、ちょっとさ、でもこれはさ、考えなくても出てくるかなって。そう、ね、パッと出てくるよ。考えてって、お前その時点でマイナスやで、もう、待って待って待って、待って、待って、な、すごいいっぱいあります、先輩すごいいっぱいあります。おじいちゃん大丈夫、おじいちゃんでも一回やってみようや。え、ねえ、いいよ、だ、時計回り、誰から、じゃんけんする、じゃんけんする、5人でちょっと、勝ちたくないけど、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、今決まってなかった、決まってなかった、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あい、じゃあ最初はグー、いらん、いらん時間、もうこう回っていこうか、後期かけしゅんはるぽん、時計回りでいきますか、しゃ頑張るぞ、テンション高、ほんで時間が40分ぐらいまでね、ちょっとね、終わんないよね、いっぱいありすぎて。じゃあとりあえず、とりあえずお題変えていくかもしれへんから、とりあえず俺のいいところ、好きなところ、いいところ、いいところ、あ、好きなところにしよう、時計回り、こう時計回り、こう、私最後だね、違うよ、ころか、え、ポンちゃん最後、え、時計回りだっけ、説明したろなあごめん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 、で、好きなところから行こう、好きなところね、好きなところね、だってね、その顔何考えてる、今お前さ、考えてないお前も顔も俺査定入るから、ね、先輩こいつマイナスっす、うん、お前もマイナスやと考えてたからもう入ってる、そうよ、やだやだ、巻き添え、じゃあちょっととりあえず行きましょう、はい、なんでお前全員こうしてんのお二人もこうしてんの、じゃ行きましょう、ポンポン、はい、山本さんゲーム、今の手宣言、イエーイ、松のいいところって、松のいいところ、イエーイ、ポンポン、目、ポンポン、メイクが上手、メイクが上手、メイクが上手、あの、ルール1回でちゃんとして、あの、あ、違う違う、あの、リズムが気色こうあるからマイナスポイント、あ、メイクが上手なのに、違う、聞いて、メイクが上手なの、うん、だから1回でいいねんけど、マイナスポイント、はい、でもメイク上手なの、あ、でもマイナスポイントです、はい、僕がルールなんで、あ、それ以上言ったらマイナス2やで、やばいやばい、こわ、厳しい、はい、次、賭けから行こう、賭けからね、あー、オッケーオッケーオッケー、
あ、山手線ゲーム。山手線ゲーム。イエーイ。松さんのいいところ。イエーイ。バン。朝起こしてくれる。紫が似合う。おお。気持ちいいです。ツッコミ最高。あ、ありがとうありがとう。たまに休む。はいストップストップストップ。はいストップはいはいはいストップはいはいストップはいはいストップはい。たまに休む。うん。センシティブだね。あれあれあれマイナス1ポイントだね。違う、だから自分で無理しないで、あのちゃんと適切に休みを取るっていう表現方法マイナス1ポイントだね。あのまだ1周目やで。なあ、2回止まってるから綺麗に1周しないね。ちょっともうちょっともうちょいいとこ行こう。確かに。もうちょっと気持ちよくさせて。ああ。じゃあちょっとポンからちょっと改めて元気よくね。はい、行きます。山手線ゲーム。松さんの好きなところ。イエーイ。パン、歌声が綺麗。ありがとう。パン、二重が綺麗。ありがとう、先に写しな。ご飯ごちそうしてくれる。あー、パン、おしゃれ。ありがとうね。いつも楽しませてくれる。あ、いいね、ありがとうね。気持ちいいね。あの、撮影会の団体の時にみんなを引き連れて行ってくれる。あー、ありがとう。ラップ側のね、ジョニー。なんて言ったの？はい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 。なんて？もう一回やってみ、これで伴奏できる。あの、気遣い。ラップがめっちゃいい。ラップがめっちゃいい。ああ、どうしようかな、続けようか。トン、トン。スノボ一緒にいてくれる。なんかお前おごりとか多いな。え？あ、いいよいいよ。トン、トン。髪色綺麗。ありがとうね。自分で染めてる。色白。ああ、まあまあまあ、そうな。手が綺麗。あー、ね、まあギリやん。フォロワーが多い。あー、別に俺が整形似合ってる。整形なんか輪郭なす。輪郭…ちょっと、はい、ストップストップ。はいはいはい。輪郭なす、ここパンパンです。違う違う、こうなんで、ここパンパンにこうなってます。でもいいと思うよ。歪み散らかしてるよ、俺。そこが好きって言ってんだよ。輪郭好きだよってこと。好きって言ってんのよ、しゅんさんが。1ポイント大丈夫。あー、あらあら、あの、おかしいな。大丈夫大丈夫。服装が綺麗。ちょっとまあまあまあ言えば綺麗めな。綺麗め。しゅんさんとの絡みが面白い。ちょっとごめんな、あの、あ、多いな。多い。違う、言おうとしてたの毎回取られんの、なんか。あー、なるほどね。だから、まあ、だから結局似たり寄ったりのことしか言えない。マイナス1ポイント。やだ、待って。あ、やばいよ。待って待って待って。あー、こいつは。うん、続ける。どうする、続けようか。今のところ大丈夫、気持ちよくなってる。あ、まあまあ気持ちよくはなってるけど、褒め殺し山手線ゲームだから。ちょっと言う時の顔気をつけようかみたいな。顔ね、顔ね、顔ねってなってる時あるから。一応こう査定してるから、ここで。あ、そこ見てる。いつも2個、2個、2個。今のとこマイナス2、マイナス1だけか。だけだね、とりあえずね。もっといいとこ出せるか。そう、もっといけるいけるいける。いきましょう。ちょっとなんかちょっと整形多いから気をつけて。あとなんかおごりとか多いな、ちょっと。金なかったらもう興味ないみたいになってるから、今。あと、じゃあ思って日々感謝して。あ、そうそう、あとなんか目ばっかやな。そう、確かに。ちょっと危ないから目ばっかって。山手線ゲー。誰から、誰から。次ポンポンちゃんから。お、失敗するから。松岡正史の好きなところ。なんで呼び捨て。違うの、考えてたやつ飛んだの。いや、ちょっと聞いてあげる、聞いてあげる、聞いてあげる。あの、非常にですね、こういう企画の時も盛り上げてくださって、あのトークも非常に滑らかなんですけれども、その中にキレのあるツッコミがあるところが非常に素敵だと思います。まあまあいいでしょう。鼻が綺麗。言われたことないけど、まあ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 、まあ、そう思ってくれてんねんな。しるこちゃんの愛がすごい。ああ、僕のこと一方的に好きでいてくれってとこ。一方的。まあ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 。表向きではめっちゃ元気。はい、ストップ。はい、ストップ。いや、早い、早い。ストップですか。はい、ストップ。裏でも元気であれよ、お前。あれ、裏でも元気であれよ。割と静か。ね、結構年相応で。でもやっぱそれもいいんじゃない。やっぱわきまえてるというか。わきまえてる。なんかどうします、ポイント。マイナス2ポイント。なんでよ。やばい、並んだ並んだ並んだ。なんでよ。お前ほんまギャグやらすからな。さっきも横断歩道でな、なんかこう音楽聴いてて、で、なんか最近むっちゃ春と会うの俺。そう、楽屋でも絶対なんか入ったら春しかおらへんとか多いねんけど、トントン、びっくりして。びっくりさせるトントンじゃないね、ゆっくりのトントン。びっくりして、嬉しいねえって言って、
な、怖くないだろな、最近多いよな、なんか多いね、な、そう、なんかでもほらびっくりした？じゃあお前マイナス1ポイント。なんで？かわいそう。関係ないのに。今デッドヒートよ。まあ、かわいそうって言われたから、俺マイナス1ポイント。やったー。何それ？ありがとう。おい、いい方でついてよ。ゲームマスターだぜ。ゲームマスター。オサゲームなの？はい、オサゲームだ。臭いんだけど。ちょっと気持ちよくさせてもっとん。じゃあなんか、もう好きなところやめようよ、もう。何がいい？テーマ変えたかよ。じゃあ、あれ直してほしいとこ。ああ、いいよ。行こう。まあ、いいよ、ほな。一回直してほしいってところ。直してほしいところ、一回な。まあ、性格最後やし。直してほしいところ。はるからか、はるからか、山手線ゲームって山手線ゲーム、イエーイ、松岡正史の直してほしいところ、イエーイ、なんで呼び捨て、舌を出す、パンパン、あのたまにダンスサボる、一周聞こうか、たまに嘔吐する、食べられるキャパは分かってるはずなのに結構大盛り頼む、セクハラの度合いが結構キモい。ちょ、もう一回すわ。苦笑いが多い。みんなで一緒にご飯行こうって言っても一人だけ帰る時がある。こういう時になんかなんて言ったらいいか分かんないところ。どういうこと？あ、今のこの状況。なるほどね。しんどい。しんどい。これどっちかな、ないのか、それともあるけどこれ言ったらやべえなで悩んでるのか、どっちかな。ないなぁ。楽屋で機嫌が悪いとき本当に怖いと思う。存在どうぞ。それはどうぞ。卒業できねえ。やばい。これからもいるよね。そうだよね。これからもいるわ。あと、もうずっといるよね。これで嘘ぴょんは炎上。これで嘘ぴょんは俺炎上するで。なあ、ちょっと待って。いろいろ出たな。記憶飛びそうやったもん、途中で俺。だってさ、聞いてよ。何？いいところより続いてるからね。何周してる？2周しよう。めっちゃ綺麗だったね。企画としてはいいんじゃない？ね、生誕祭企画よ、これ。確かに。おめでとうね、32歳。そうやん、生誕祭企画やん。やばいやん。年相応の感じがするとか。何言ったらいいか分かんない。めっちゃ不機嫌な時やばい。もうやばすぎるやろ。まあでも、トータル的にこういう風に言っても、なんかちゃんとお笑いに変えてくれるから言えることであるから巻き返せるか、そう巻き返せるか、2周してて2周続いとんねん。でもだからこれからそういうところも直して直してもらって、トントンがもうほんまにすごいわ、これが一番体にくるわ。びっくりした？びっくりしたわ。今日天丼の日なんだ。なるほどね。やっぱさ、最後は綺麗にいいところ行って、声に一瞬して、そうだよ、終わろうよ。で、罰ゲーム決めます。あ、そうだよ。ポイント今どうなってる？内緒に一番するわ。あ、なるほどね。内緒にするわ。じゃあちょっとほんまにさっき言ったやつと違うことで、まあいいこと見せましょう。待って、ガチで。ガチのやつ。ガチのやつね。本音ね。ちょっと待ってよ。え、じゃあ綺麗にどうする？かけさんからこう回ってって最後松野さん自分の好きなことで、そしたら綺麗に終わるよ。え、ガチのやつでいいのね。ガチのやつ、笑顔で終われるよ。笑顔で終わりましょう。これで挽回もあるかもしれないし、ある、全然ある。そうだよね。先輩、この人考えてる顔してます。いや、あるね。先輩お前なんでほんで口荒れてんの？そのタイミングでどのタイミングで口荒れてんの？よくわかりましたね。今日起きたら荒れてて、あれてて、山田選挙、松岡正史のいいところ、ポンポン。ガチの相談をしてもどんなことを相談しても的確なアドバイスをちゃんとくれる。で、その時二人で一緒にいてくれる。ボケた時にベストアンサーの欲しいツッコミをしてくれる。わー、気持ちいい。メイドに入りたての時に、まだメンバーに馴染めない時に、一番最初にあのフレンドリーに話してくれて、そこから馴染めるようになった。おお、もっと言えそれ。あの1回目か2回目このラジオ出た時に、あのちょっとね、いろいろ自分で悩んでることあって、でも言えなくて、でもそれを帰りに多分さしてくれて、ご飯に誘ってくれて、いろいろ話せたこと。おお、あー、気持ちいい。
なんかいろいろ個人的に頑張ってたことがあったときに、なんかそういうのをちゃんと見てくれて、ちゃんと褒めてくれて、すごい嬉しかったよっていうのと、あと顔がいいと思います。おお、顔よっ、終わりかいいね。いや、なるほどね、なるほどね。あ、気持ちいいね。気持ちよくなった、はい、気持ちよかったです、はい、なのでちょっと罰ゲームだけちょっとごめんなさい、はい、心苦しいですが決めたいと思います。本当は全員なしと言いたいところなんですけど、やっぱりこうマイナス点もありましたし、うん、まあちょっとこれからね、いろいろこう頑張っていかないといけないと思いますので、うん、本田やだー、はい、おー、まあまあ、ですね、マイナス点があったからね。そうですね、まあ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 、しょうがないね、それはね。でね、ことでね、あの、これはだから順番決めます、うん、本田がやる、うん、で、しゅんちゃんもやるやろ、うん、あ、一緒にやるから、これ一緒にやる、一緒にやる、うん、で、俺が連続で2個やる、うん、で、ラストの曲っていう感じにする。わかります。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのここまで山手線ゲームやってきたんですけれども、はいはい、実は今回マッツンさんに秘密でとある裏企画を進行しておりました。え、何、はい、題して関西仕込みのツッコミビンゴー。ツッコミビンゴー、おもろい企画それ。はい、今日の放送全編を通してマッツンさん以外の5人でツッコミワードを決めてビンゴを行ってまいりました、はい、結構ツッコんだな、ね、今日、うん、だからね、みんないっぱい今日ねボケて頑張って、ね、頑張ってたでしょ。だから気色悪かったっけ今日。頑張ってたやろ。ね、気づかなかった。え、気づかなかった、気づかなかった、ということでそのツッコミワードが9個、はい、コウキがね今持ってるんだけど、はいはい、あ、全員が同じやつのね。そう、そう、みんなで、みんなでビンゴしようみたいな。チェックしてくれてたんですよ。いきますよ、はい、なんでやねん、整形失敗してんねん、は声でか、もうええわ、もう卒業すんねん、落ち着け、なんで呼び捨てやねん、何回聞くねんということで、我々これをね引き出そうと頑張ってきたんですけど、なるほどね。そうそうそう、え、これどうだった、え、はぁとか言ってなかった、いや、はぁね、はぁなかったんだよね。マジで、なかったの、なんで呼び捨てやねんしか言ってくれなくて、意外とだから、めっちゃ同じこと何回も聞くのに、ね、そうそう、何回聞くねんって全然言ってくんなくて、私声みんなでさ、うん、そうそうそう、そのまま落ち着けもいけるかなと思って何回か暴れてたのに、手だけはやってたけどな。あ、そうだね、ね、ということで、これはそしたら、うん、ビンゴ失敗でーす。失敗でーす。残念でした。ツッコミまだまだやん。ねえ、おい、こっちの正解は。なんでやってんの、ねね、もうしゃべくりおじだけにし、今ツッコミ。何がやねん、なんでやねん、お前、おい。マジでお前、声でかいし、ずっとよ。な、落ち着けよ、ちゃんと、マジで。なあ、正規も失敗してるしよ。もうええわ、ほんま、マジで。何やねん、お前。ありがとうございます、全部やってもらって、ありがとうございます。そう、もう卒業すんねん。ということでね、ちょっと今回ビンゴ失敗してしまったので、うん、まあいろいろ一発ギャグもあるんですけれども、こちらのコーナーのまず締めとして、うん、マッツンさん渾身のもうええわカメラに向かって撮った、よろしいですか。お願いします。お願いしますね。もうええわ。気持ち悪い。お前気持ち悪ってマイク乗せずに言うなよ。以上、ちょっぴり早い生誕祭褒め殺し山手線ゲームではなく関西仕込みのツッコミビンゴでした。むずいわ。いやむずいこれ、ねね、いやこれむずそうやな、ね、むずい、ね、ちょっと待って、告知して最後に、うん、そうやるのね、うん、お、ちゃんと考えてな。はい、オッケーよ。はい、ということでお送りしてまいりましたメイドイン渋谷、お別れの時間が近づいてまいりました。はい、ここでメイドからお知らせ、まずかけさんお願いします。はい、次回のメイドのライブは明日1月22日新宿キースタジオにて主催ライブラックユーボーイズフェス開催します。そしてなんと久しぶりに久しぶりに久しぶりに瀬戸利を知らないライブやっちゃいます。あの、セトル来ましたよね。来ました。メドレー前半、メドレー後半だね。1番なのか2番なのかも分かんないですね。絶対事故るよ。やばいよ。私、唯一、純ちゃんの自己紹介できなかったところですからね。ずっと根に持ってる。覚えてんだ。僕たちも何が起こるか分かんないラッキドリームライブ。本日23時59分まで前売り中 なのでぜひ遊びに来てください。先取りは松田さんと春ちゃんが出ます。MC でポンもいます。はい、そしてですね、2月3日節分の日にはですね、五反田 G3 で卒業ライブございます。いいこと言ってもらって、ご予約お待ちしておりますということでね、はい、あの、昼間にありますので、はい、ちょっとすんごく、うん、いや、もう伸ばす時間ないで。違うだから俺、もう考えてるから今。大丈夫だよ、お前。でもむちゃくちゃいろいろ撮ったりしてるんでね、はい、ほんま、本編以外のところの準備がすごい大変なライブなので、ね、はい、ちょっと、よかったら来てもらえれば楽しめると思いますので、よろしくお願いします。
それでは松野さん最後の出演となるメイドイン渋谷、最後にリスナーの皆様へメッセージをお願いします。過去言いたいこと言ってもらってどうぞ。はい、ということでね、メイドイン渋谷でね、デビューさせていただいて、メイドイン渋谷こうやって終わりますけれども、まあ本当楽しいこといっぱいあったんでね、ラジオは続けていきたいと思いますし、まだまだライブはありますので、残り少ない回数になりますけれども、会いに来てもらえれば嬉しいと思いますので、たくさん思い出作っていきましょう。よろしくお願いします。ということで約4年間番組出演お疲れ様でした。ありがとうございました。で、じゃあ逆やりましょうか。じゃあここのカメラ使います？これこのカメラ、開きます。本当に今思いついてないの。いけ。で、ちょっとシュンと打ち合わせ、はい、マイクこれでいこう。ずるいじゃん、俺一番考える時間少ないじゃん、前半で2人でさ、決まってさ。はぁ、松野さんのモノマネでもしときゃいい。おね松野さんとかやっていいんだよ。キャメラじゃあ誰か振ってください。じゃあ本田優の一発ギャグまで3、2、1、キュッ。松岡正史のモノマネ。キュンキャッ、食べるとこ見てて。キュンキャッ。よかった、受けた。いける？この後2人いける？いけるよ。時間ないよ。はい、じゃあこのままマイクこれ使うかな。じゃあ2人でやります。はい、いけるか、いけるか。棒読みの頑張れ。本当に分かった、はい、では水田俊大と松岡正史のギャグまで3、2、1。じゃあ同期の子紹介するね、どうぞ。あ、どうも同期です。同期の子に同期の子。おそして松野さんが、はい、最後に松岡正史の、ギャグ2個か。はい、キュンゼリフで。キュンゼリフと、締めてもらって。よし、行きましょう。行きまーす。はい。いやー、やっぱりね、僕、近畿地方出身でね、なんかこう、あれ？なんかむちゃくちゃ、なんかむちゃ飛んでんな、これ。あ、やばい、なんか、覗いてなってきた。やばい。近畿に金来てる。うわこれがあれか、久々に見たな、通天閣か、これ。あー、でもなんかちょっと思ってるちっちゃいな。そうか、でもなんかもう久しぶりに来たしな。そうやな、共通点でも書くか。共通天閣で、共通天閣。あ、いらっしゃいませ。あ、このパンケーキですね。はい、書かせていただきますね。ハート書かせていただきます。はい、どうぞ。はい、なんで、愛を送らせていただきます。いきます。萌え萌えキュン。さあ、ということで4年間本当にありがとうございました。この後聴いていただく曲は、僕が作詞をさせていただきましたこの曲です。どうぞ聴いてください。生きているそれだけでも難しいこの世界で。いやー、いい曲やな。生きているんだそれだけでも難しいこの世界で。誇らしいことなんだぜ。あの子はだとかこの子はこうだとか比べたがって自分見失って人生歩んでいく。それでいいのかい。生まれ変わりたいとか死んでしまいたいとか諦めるのか。自分好きにならなきゃまた同じことを繰り返すだけだよ。でもね、わかる。